人呼んで、クレイジースイーパーズ、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花選手と鈴木夕湖選手。よりによってクレイジーだなんて。実は、リスペクトのこもった褒め言葉だとか。どういうことなのか気になって。二人のことを調べてみることに。北京五輪で、フィフスの石崎選手が用意していた。石と違うものをずっと気づかず投げていたことを。テレビで暴露されていた鈴木夕湖選手。夕湖という名前は、母親がサロマ湖の夕日のように、綺麗に育ってほしいと名付けたそうです。1991年12月2日生まれの現在30歳。身長は146センチで46キロ。藤沢さつき選手とは、はとこだそうです。北海道北見市の旧所町の出身。家族は、両親と4歳年上のお兄さんの4人家族。そういえば、カーリング界では、鈴木選手は、謎の文化会に所属していて、その謎の文化会とは？ジビ部。その輝かしいカーリング部部長の彼女。副部長が、吉田夕梨花選手なのだとか。現在、他の競技にも進出中で、現在では、ジャンプの高梨選手や、フィギュアの鍵山選手や樋口選手も加入して、勢いづいてるんだとか。カーリングを始めたのは小学校2年生で、所中学校で吉田姉妹らと結成したのが、伝説のチーム所中学校ロビンズでした。中学時代に2年連続で北海道代表となり、日本カーリング選手権大会に出場して、トリノ五輪に出場したチーム青森を予選リーグで破るなどして、連続3位入賞という快挙を達成。それよりも驚いたのが、鈴木選手。中学の部活が、なんとバスケットボール部だったこと。母親が、なんで、そんな部活に入るのか聞いたところ、身長が高ければ有利なスポーツばかりだけど、低くてマイナスだと思ったことはない。相手より、自分自身にどう勝つかだよ。とてもストイックな少女だったんですね。さらに驚くのは、頭脳明晰ぶり。偏差値61の旭川高専を卒業後、国立の北見工業大学工学部バイオ環境科学科に編入。卒業後、工学学士となった力女ですが、なぜか、卒業後は網走信用金庫へ就職。業務と競技の両立に悩んで半年で退職し、図書館のアルバイトを経て、北見市体育協会へ再就職しています。現在は、北見石油販売株式会社となっています。ロコ・ソラーレへの参加は創設時からですが、当時、高専在学中の鈴木選手は、本橋さんから声がかかってなかったら、辞めてたかもしれなかったとか、理系女なので、効率的にものを考えて、常に最高の結果と最悪の結果を想定しているので、ミスしても致命傷になりにくいのだとか、そんな鈴木選手の意外な一面は、某スニーカーチェーンの店頭で店員と間違えられたり、ナイアガラの滝を見に行った一本道で迷子になったり、愛犬の大豆に鼻を噛まれての流血事件とか、と、いろんなネタが漏洩していることから、よく天然と言われますが、実はすごい人見知りだとか、チームではポジティブで合理的、的確な判断ができて、いつも雰囲気を明るくする言葉を、ここぞという時にかけるのが彼女なのだとか。そして、人一倍の努力家である彼女。家の2階自室はトレーニングルームにして、毎日鍛えて、早朝走り込んだ努力が、あの強烈なスイープの源だそうです。ちなみに、そんな鈴木さんの秘密の趣味が、オカリナだそうで、カナダの合宿中に、リンドコーチおすすめの絶景の中で老けて嬉しかったそうです。さて、鈴木さんには二人のお父さんがいるのだとか。一人は実の父親の鈴木康隆さん。一説には、娘の2大会メダル獲得は、このお名前のご利益ではないかとも言われています。そして、もう一人が、小栗のおじさんこと、小栗雄二さん。所カーリング協会を設立し、普及に努めた方で、日本のカーリング界の父と言われる人。
本橋麻里さんや他のメンバーも、小栗さんの声かけがきっかけで、カーリングを始めたのだそうです。鈴木選手も、その小栗チルドレンの一人、試合に勝った後の喫茶店での流氷ソーダが楽しみだったそうです。そんな子供たちによって結成されたのが、後の LS 北見、ロコソラーレでした。ところから世界へという言葉が、彼女たちによって成し遂げられて、小栗さんも嬉しかったと思います。しかし、残念ながら、小栗さんは、ピョンチャン五輪の前年、88歳で、肺がんのため帰らぬ人となります。生前、鈴木さんたちは病床を訪れて、長い間世話になったね。もう行くから。と、気弱になる小栗おじさんに、行くのはピョンチャンでしょ?と励ましていたそうです。凱旋インタビューで、小栗さんの名前が出ただけで、本橋さんが涙を流して言葉に詰まったのも、それだけの恩があったからでしょう。さて、ロコソラーレの財産の、フロントエンドのもう一人が、北京五輪で全リード中、ショット率はダントツの 91%。世界最高峰のリードと呼ばれる吉田夕梨花選手。1993年7月7日生まれの現在28歳。身長は152センチ、体重46キロ。北海道北見市の旧所町の出身で、英語習得のため東海大学国際文化学部を卒業。家族は地元でホタテ漁師をする父と、母は元カーリング選手で、日本選手権で優勝したほどの実力者。その二人には、3人の娘たちがいて、末っ子が吉田夕梨花選手、2つ上の姉がサードの吉田知那美選手、8つ上の長女は吉田夏樹さんで、同じく元カーリングの選手でした。その影響で吉田夕梨花選手は、5歳でカーリングを始めたそうです。長女の夏樹さんは高校3年生の時、日本ジュニア選手権を制し、世界ジュニアに出場した経験もあったのですが、就職と同時にカーリングには一区切りつけて、2013年には北海道コンサドーレ札幌のスキップ、松村優太氏と結婚されたそうです。そんな長女は妹たちについて、人懐っこいけれど、デリケートな部分も持ち合わせているちなみ、時には努力が実らないこともある、ということを知っている真の強いゆりか。ずっと仲の良かった二人の妹が、一時は最悪の仲だったことがあったそうです。というのも、二人の妹たちは、所中学校、ロビンズで、共に中学生旋風を巻き起こしました。この頃に公開されたカーリング映画、シムソンズに、エキストラとして出演したゆりかさんですが、姉のちなみさんは高校卒業後は、強豪、北海道銀行フォルティウスへ、ゆりかさんは、高校2年の時に LS 北見へと、ライバルチームとなってしまいます。ずっと、姉と一緒と思っていたゆりかさんに、さらに、衝撃の出来事が起こります。北海道銀行が日本代表となり、ちなみさんがソチ五輪に出場することに。聞かれることは姉のことばかりで、決勝進出すらできなかったゆりかさんは、一時は荒れてしまったそうです。しかし、運命の糸は切れていませんでした。姉がチームから外されたことで、5年後にロコソラーレに参加。3年後には、ピョンチャン五輪のアイスの上に、二人の姿があったという、本当に、ドラマのような展開が待っていたのです。世界の女子カーラーから、クレイジースイーパーズと恐れられる小さな二人。今大会、何より印象に残っている場面が、一次予選リーグでの ROC 戦で、勝利はしたものの、鈴木夕湖選手のショットが全く決まらず、序盤苦戦を強いられたことで、試合後、鈴木選手がボロボロと涙したとき、吉田夕梨花選手がすぐに抱き寄せた場面、誰よりもお互いのことを知っている、二人の深い絆を感じた瞬間でした。そんな二人はお互いのことを、本当に夕湖さんがいなかったらやってないなって、20年以上、家族以上に同じ時間を過ごしてきて、
ずっと辛かった時間も一緒に過ごしてきたので、本当に、本当に本当に、ゆうみさんに感謝。隣にずっと一緒にいてくれて、ありがとう。私もカーリングをやめたいと思ったことは、多分100回くらいあるんですけど、ゆりかが辛い時に支えてくれたし、ゆりかがいなかったら、やめちゃってたんじゃないかと思う時もあったので、本当にゆりかは、ベストパートナーです。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？同じ常呂町に生まれ育ち、幼い頃から一緒に鎌倉を作って遊んだ延長線上にカーリングがあった二人。そんな二人が頑張ってるロコソラーレを、これからもずっと応援していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。